さあそれでは始めてい、えー、きたいと思います皆さんこんにちは、えー、行政書士の黒沢と申しますあの今回からですね、えー、まあ中かに分けて、えー、少しお話をさせていただこうかなというふうに思っているんですけれども えー、実際に皆さんが今勉強されているこの法律なんですけれどもあの人によってはね、えー、実務ではそれは使わないぞとかやっぱり受験知識とおやっぱり実務知識というのはかなり乖離をしているんだというふうに、えー、お話をされる方があ結構います。あの私どももの業界ででですすねね結構多くいらっしゃるんですよ、ね、でただ 実はですねあの私もいろんなビジネス関わっていて後でちょっとだけ自己紹介させていただこうかなと思っているんですけれども私は実はあのレックでずっと講師を以前やっていたんですよ10年ほど以前やっておりましたでその時に結構なんでしょうねあの、うん、勉強する法律の中でも、まあ、憲法行政法民法商法会社をやりますけれども 行政法めちゃくちゃゃく好きだったんですね個人的になのでその10年間の時に、えー、行政法だけは極めてやろうみたいなのが実はあってですね10年間教えながら自分自身もすごくあの勉強して吸収していったっていう,う経緯があございます。 でそれが今になってですね私、まあ、一応行政書士自体は13年ほどやっているんですけれども、えー、他にもちょっと別会社で、えー、2社あ運営している会社がございましてでそちらのサービスとかを作る時も法律の知識これをかなり深くやったからこそできるものがあってもう 他のそのまあ、事務所との差別化も当然できますし、これは私にしかできないんじゃないかなって、結構自信持ってできるものっていうのがいっぱいあるんですね。で、この下地にあるのはやっぱり知識なんですよ。法律を勉強した、あやっぱりこの知識が生きているなという感じがしています。ですから、まあ11月の本試験に向けて、今まさに頑張っているところだとは思うんですけども、法律をより細かく、 読んでいやこれもうここまででいいだろうじゃなくてですね、えー、もう試験の勉強の段階から極めていただきたいなと。 そんなふうに思っています、まあ、今日タイトルで「えー、まあ行政書士プラクティス」って私そういう本も書いているんですけれどもお現場で行政法はこんな感じで使ってますなんていうことで、えー、少しお話をしていきたいなと思っております。私どんな人間かと申し上げますとですね、えー、まあ今現在はまあ株式会社 GnetGtech っていう会社やっておりますけれども、まあ、東京都の,あの行政書士でございます。でもろもろいろいろやってるなっていう感じがするかも分かりませんけれども えーまあ、以前あのレックで、えー、講師もやらせていただいておりましたけれども、まあ、今はあ、まあ、レックさんとはです、ねあのー、いろいろお話をさせていただきながらあ、まあ、行政書士、えーまあ、こういう可能性もあるしいろんな講演会を通じて、えー、受験生だったりとかあるいはこれから行政書士登録される方に、えーまあ、あ明るい未来じゃないですけれどもおこんなビジネスもあるんだぞということをです、ね、あの伝えてほしいなんていうふうにあの言っていただいておりまして、まあ、その関係で、まあ、講演会 会等々もやらせていただきますし、えー、あとはあの戦略的行政本部なんていうそういったものも実践しております。えー、実際にですね、私はあの今行政書士のあのネットワークなんかも作ってやっておりまして。 結構全国の行政書士さんに、えー、これからまあこういったビジネス発生しますよとか新しい法律ができますと新しい許認可が発生しますよね。で新しい許認可が発生して許認可の手続きやりますだけだとちょっと寂しいなっていう感じもしますのでなので結構いろんなビジネス展開ですね、えー、そんなことをお伝えして、えー、まあ全国の行政書士さんとコミュニケーションを取らせていただいたり研修なんかをしているという感じになります。 うちの,、ね、あの研修はもう完全にな何ていうかですねあのただひたすら私が2時間ぐらい喋ってですねで聞いていてもらうっていうタイプのものじゃなくて。 皆さん経営者ですからなので自発的にやってもらわないといけないしもうすぐあの実践していただかないとしょうがないというところであの極力私話す時間は短めにしてもう皆さんにこう実際に考えていただく時間だったりとか発表していただく時間というのを取っているという感じになります毎月ねこんなのもやってますんでもし興味ある方行政初心ネットワークで検索していただくと出てくると思いますからそんなのも見ていただきたいと思いますしあとは「 まあそれはね合格した後の話ですから行政書士試験、えー、受かったあといろいろ講演会等々私もお,お話しさせていただくのでその中でいろいろ聞いてください、えー、どんなことやってるんですかなんていうことも聞いていただければなというふうに思っております。 あそうそうこれね、えー、戦略的行政法務アカデミーなんていうのもレックさんで、えー、開催させていただく東京と大阪で、えー、また来年の多分3月とかね、えー、4月ぐらいかと思いますけれどもこんなのもやってますんでまあもしよかったら、えー、検索してみていただければなと思います。で話戻りますけれども、まあ、現場では行政法をこんな感じで使ってますということでドローンビジネスの話ちょっとしていきたいなと思うんですが。 実はね、あのー、まあ、首相官邸にドローンが一回落ちたっていう事故がありまして、2015年ですねで。その2015年のタイミングで、まあ、世の中的に結構いろいろ動きがあったんですけれども、 あやっぱり日本でもこれドローンについては規制かけないといけないななんていうことで航空法の改正が2015年の12月にありましたで2015 12年の12月に、まあ航空法の改正でどんなことが行われたかというと無人航空機いわゆるドローンですねまあドローンとかあとはねラジコンも一緒に規制をされたっていう感じになるんですけれどもドローンを飛ばす時は原則許可が必要ですよなんていうルールが引かれたんです。 でこのルール自体はですね実はもうその後もどんどん今制度変更して、えー、かなり過渡期にあるかなという感じがしますけれどもまあアジアでは本当に日本はですね結構あの先進的な法律を作ったなという感じがします。行政法規とか皆さんね行政法って勉強してますとなんかやっぱ広報関係でやりますんで、まあ、行政がやっぱり権力持ってて。 でそれに対して、えーまあ、許可を取らなきゃいけないなんていうことであの行政法のね高額上の分類とかやりますと一般的な禁止を解除する行為とかで、えー、勉強されると思うんですけれどもいわゆるねなんかその規制っていうとすごく我々の自由が制限されるっていうイメージあると思うんですよ今まで自由に飛ばせたのにもう自由に飛ばせなくなるとかね。 えー、車とかも免許取らないと公道に出て乗れないとかね、えー、こういう感じでイメージあると思うんですけどでもね結構最近のこういう行政規制って面白くてドローンに関しては多分今これ聞かれてる方もドローンって知ってると思うんですよでも2015年のあの段階ではあんまりドローンって何っていう人たちもう触ったこともないし見たこともないっていう人たちが多かったんですね。要するに日本の場合は このドローンの規制が入ってからですねドローンの業界ですね、ぐって上がったんですね。規制をかけることによって実はあのその業界自体がですね拡張していくこういうこともありえるなっていうのがこのドローンの法律はですね分かって非常に面白いその行政法規の見方なんですけどただ制限するだけじゃなくて実はねなんかそうやって制限をかけることによってビジネスを加速させることってあるんですね。例えば 他にですけど去年、あのー、6月の15日ですかね2018年の6月の15日に、えー、住宅宿泊事業法という民法のあ民泊の,、ねえー、民泊のお新しい制度があできました。 あ皆さんも Airbnb さんとかエクスペディアグループだとホマウェイさんというのがあるんですけどもそういったものとかって使ったことありますかねうちもねあの社員合宿とかする時は大勢で泊まる場所ってなかなかないもんですからそういったあの民泊物件とかをね、えー、これを予約してでみんなでそこで合宿したりとかするんですけどもこの民泊ビジネスなんかについてはアジアでこうやって法整備したのっていまだあの日本だけなんですよ。 で日本でそうやって法整備して住宅宿泊事業法って法律ができますとそうするとどうなったかっていうと今までなんかグレーな闇民泊とかねなんか旅館業法違反なんじゃないかみたいなのでなんか違法状態なんじゃないかって言われているようなビジネスが急に法律ができることによって適法化されるわけです。 適法化されるとどうなるかって言いますと大手企業が参入しやすくなる大手企業ってもうちょっと言い方変えますと株主とかがついているあの上場企業ですよねこの上場企業っていうのはですね、やっぱコンプライアンスやっぱりうるさいですからあのそのグレー状態なものに舵を切ることできないんですね企画基本的に入れられないんですよ。 ですからもう小さい会社でまなんとか回していく個人レベルで回していくって言ってもですね業界自体やっぱり大きくならない大きい資本が投下され,されないといったところがありまして実はねそうやって、えー、行政法規を一本入れることによってビジネスが加速されたりとか大手企業が参入できるそういう市場が生まれるっていうのは結構これはね本当最近顕著に見てて思うんですよねですからね。 皆さんが勉強している行政法これが下地にあってでそして新しい個別法が生まれていくわけです国、まあ、法は改正なんで新しく生まれたわけじゃないですけどまさに住宅宿泊事業法とかねこういう新しい行政法規が生まれた瞬間このベースにあるのは行政法なんですねでこの行政法がちゃんと深く理解されている方っていうのが私現場にいて本当に少ないなっていう印象です。 え実際あの会社経営されてる方で法律詳しいっていう方に関しても、まあ、確かにね会社法とか詳しいですよその株とかそういったものについて非常に詳しいっていう方はいらっしゃいますけど行政規制について本当に詳しいっていう専門家本当に、まあ、専門家というか経営者の方も少ないですしあるいはあの弁護士の方も、まあ、今でこそロースクールで行政法って勉強しますけれどもそれ以前はそもそもあの科目にも入ってないというのもありますし、えー、まあ実際 訴訟をね。メインにしていくってことですと。とまあ、行政訴訟を担当しているっていう。あの、ちょっと特殊なね。あの先生とかですと行政法詳しいですけども、そうじゃない限りはですね。あの全然詳しくない。行政書士がやっぱりこの行政法の土壌ではですね。メインプレイヤーと置いていいかとは思うんです。けれども、行政書士もあんまり詳しくないって言っちゃうと。また何か色々批判があ <laughs> 起こるかもしれないですけど、あのね。行政書士さんね。 やっぱ詳詳しいは詳しいいはんですよ。例えば入管やってます外国人のビザ関係やってますっていう行政書士の方に関しては入管法は詳しいです入管法は詳しいんですけれどもその個別法ばっかりにやっぱり目がいきますよねまあしょうがないですあのそれがメインの仕事ですからまあそれだけやってりゃいいだろうってことになるんですけれども 実はその根底でほら皆さんね勉強している手続き法とか不服審査法事件訴訟法不服審査法とか事件訴訟法ってちょっと特定行政書士の兼ね合いでまあまあ,あの勉強した方がいいなって思いますしあるいは知っておいた方がいいなとも思いますけれどもただそんなには使わないでしょでも行政手続き法に関してはもう全ての土台になってるわけですよねであるいはね僕はい、いつも結構これはもううちに研修来るあの行政書士の方とかに言うのが えー、行政法の中でも行政法総論がめちゃくちゃ大事だと。総論が理解できてない方に関してはやっぱりね個別法を深く読めてないからだからどっかで行き詰まるんですね。で新しししいいビジネス展開はやっぱり難しいし 大きい企業とかの案件に入るのもまあまあまあ実績で入ることはあってもちょっと厳しいかななんていうことをですね、えー、お話しします。だから行政法総論については試験合格後ももっとね深めめるためにやりままししょううなんていう話をしますあるいはね地方自治法これ受験生の時結構苦手というか。 そんなに数問しか出ないし、まあ、地方自治法ってなんか条文がやたらめったらこうね改正改正で差しえ、まあ、枝番がついてる条文がいっぱいあってもうページ数にしたらなんじゃこりゃっていう条文数あるもんだから地方自治法嫌だなと思う人多いと思うんですよ。でもね我々がやる業務ってほとんどがあの自治体に対しての申請なんですよ。 えー、都庁とか県庁に対する申請とか市役所に対して何か申請書類を持っていくだとか要するにあの自治体が絡むようなですね、まあ、自治体に権限維持されているようなものが多いんですけれどもこれね地方自治法の考え方が分からないとお多分これからの実はあのデジタル化の流れもついていけなくなると思います。ですから地方自治法はね あのまあ、まあこれ見,見られてるのがまだあと1か月ぐらい試験まであの時間があるという状況であればですよ。 あ,あと3日だっていうタイミングでこれ見てたとしたら、まあ、3日だっていうタイミングでこれ見てる場合じゃないかもしれないですけどあ,の <laughs> あともうね1週間ぐらいしかないぞっていうタイミングだったらもうちょっと今までのスケジュール通りやってほしいんですけど1か月ぐらいあったらねちょっとね長方寺諸法の,あの、まあ、要所要所はもう一回確認してここも得点をしようということで勉強し直してもいいと思います長方寺諸法はね理解しておくとその後のもの行政書士の仕事でもめちゃくちゃ使えるというふうに思います。 まあドローンビジネスについてなんていうことで実はその2015年の開戦のタイミングで弊社もあの取り組みをいろいろ入れましてまあドローンのベンチャーとまあジョイントのそういったサービスを展開してみたりとかドローンのねあの飛行できるエリアのマップとかを はすぐ分かるような形にしているそういった、まあ、ソラパスなんていうのをサービス展開しているブルーイノベーションさんと提携させていただいて最近もちょっと弊社との取り組みであのディップスコネクトっていう新しいサービスをちょっと出させていただいたりとかしてるんですけどもこのドローンビジネスについては当然あの申請周りを当然行政書士ですからね、えー、申請周りを扱うということでまずは最初にそういったあところの連携をさせていただいて、えー、ドローンを飛ばしたいっていう人が あ出てきたらあそしたらまあ弊社の方で手続きはやりますよなんていうことで、えー、ビジネス展開をさせて頂、えー、い,いてきましたで、えー、このスカイプロジェクトなんていうちょっとチームアップしてねでそして行政書士さん全国から結構集まって、まあ、あのこれを通じて、えー、まあドローンビジネスに参入してた行政書士さんも結構おいるんですけれどもおやっぱりね でその後もずっと私なんかとあのコミュニケーションを取りながらあのビジネス展開していったところは非常に大きくなってますしあるいはもう研修受けただけでねなんかこうもう分かった気になってそれでやり始めちゃったでもう情報も取りに来ないしブラッシュアップもしないっていうところはなんかもう頭打ちでねなんかあんまりいまいち今はできてないなっていうところもありますしやっぱね情報はね常に仕入れてブラッシュアップしていかないといけないんですけどもやっぱそこ大事だななんていう感じがしてますけど。 ここんなことをやってます。そして、えーまあ、これはねあんまりローンチしてからも、うん、サービスとしては成り立たなかったかけれども考え方としてはねやっぱ面白かったかなと個人的には思うんですけれども、えーまあ、これはソフトバンクで、まあ、ドローンを販売するなんていうのが企画があってでそこでじゃあ申請もこう販売しようかなんていう話があったんですよね。 でまあ、行政書士って認知度が低かったりとか「えそれって行政書士に頼めたの?」なんて言われることって結構あるんですけどもやっぱこれって何が原因かなと思った時に例えば駅前に、まあ、皆さんの,あのよく使ってる駅の駅前に行政書士事務所がドーンと構えてるってことないですよね普通ね。大抵はまあコンビニがあって不動産屋ぐらいはあるかなって感じですけども、まあ、行政書士事務所が駅前にバーンってなんかこう店構えてるってことはあんまないですよね。 でやっぱだからそういう意味でリッチの問題もありますよねまあ確かにそういう駅前の立地取れるほどですねなかなかその売り上げがこうバンバン上がっていくようなビジネスじゃないのかなって思われるかもしれないですけど、まあ、実際取れる仕事はいっぱいあるんですよね。例えばあの相続業務とかであったら私はねやっぱり駅前にあるとか。 例えばみんながよく行くスーパーのところとか百貨店のところにねそういう相談の窓口があるとかだとやっぱこう認知度上がりますし行きやすくなりますよね。 それこそなんか何とかの申請とか、まあ、契約書の作成とかねそういったものについてコンビニでサービスが買えますとかになればやっぱもっとこうお買い求めしやすくなりますよね。まあ、そんなのことをイメージしながらじゃソフトバンクの代理店でこの申請サポートについても売ってみようかなんていうことでちょっとやってみたっていうのがね、えー、があるんですけどもまあ実際はちょっとあんまり、えー、ワークしなかったっていうところはありますけどもこんなこともお実際ちょっとやってみたりとかしました。 でちょっと話を戻しますが、うんそうあのまあ、この、ま、画面のままあ続けますけれどもあの、ドローンに関しては、ですね現在どんなことをやっているかといいますと、 例えばですけれども、あのドローンを飛ばしたいっていう方がいらっしゃったときに、えー、単純にそこそこの場所でですね、飛ばしたいって言ったときに、航空法の許可だけを取ればいいかというと、ほとんどの行政書士さんはそれをやってるわけですよ。航空法の許可を取る。で航空法の許可を取るっていうのもだん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 ね、これ本当に最初の頃は一、うん、件15万とか20万ぐらい。 弊社ででややるもも取れてたたんですよ誰もやったことないしじゃあ最初は結構値段高めに設定してもいいよねなんていうことで結構それでやってたんですけども今なんかインターネット見るとですねドローン申請行政書士とかで検索すると1.8万円とかっていうあの感じで割とうん安めの、うんまあ、1万円とか2万円でですねその申請をサポートする業者さんが出てきて。 ままあ、まあ大量に案件さばけるんだったらそれでもですねまあ、利益出るのかななんていう感じもするんですけどもそうやってね割とそのもう誰でもできるような状態になると当然ねりすするんですよでよこれを結構、うん、ダンピングだとかって叩く先生もいらっしゃるんですけどダンピングっていうよりかは自然の流れね。 もうそうやって誰でもできるんだからそうやってどん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 コストが下がっていくっていうかあの値段がね下がっていくっていうのは当たり前の話なんですよね。でただ弊社で今扱ってるあのドローンの案件とかって実はあのやっぱり20万円ぐらいとかあるいは30万円とか40万円とかかなり高いサービスがあ私がやってるものはあ売られてます。何かというと、いう おこれ、行政法の話でもあるんですけど国法改正されてで当然ながら法律が改正されると政令、省令そして、まあ、皆さんが行政法の総論なんかでも勉強すると思いますけれども通達とかねそういうガイドラインなんていうものが出てくるんですよ。 これは確かにね、あの、墓地埋葬事件とかで見てると、えー、裁判所とか国民は拘束されない、通達に拘束されないんだって言うんですけども、実務上はあのガチガチに通達に拘束されるというか、通達にも書かれてないような見解をですね、平気であの役所の人間というのは伝えてきますから、だからやっぱりね、現場の運用っていうのはね、ちょっと違うところがあるんだけど、大元は分かってると、いやいやいや、 これは法律ににに書書書いいいてててあああるるよよね、ね、政令だからここ,にここまでについては、うん、まあ,あじゃあちゃんと法的拘束力あるけれどもここに関しては、まあ、通達もねまあギリぎりねあの本当は法的拘束力ないんだけれどもまあ割とまあ聞いた方がいいかなこの話はというかその役所の見解も重要だったりとかするのでそれには割と従ったりするんですけどただ 何の根拠もないですね、あの指導だったりとか、そういうものについては、やっぱり我々が交渉する必要があったりとかしますよね。あるいは、政書令が改正されてで、それでこういうことができるようになりますよ。まあ、ドローンに関してはですね、実は、目視外の補助者なし飛行といってですね、まあ、ちょっと専門用語チックですけれども、要するに、もう無人でドローンが飛ぶ。 まあなんかこう映画の中とかだとドローンがもう無人で飛んでてピザ配達したりとかねそういうのあったりとかすると思いますけどそういうのを想定した、えー、許認可申請というのが可能になったっていうのが去年あの要領改正でですねあのー、そんなのがあったんですけども実際の申請周りというのはどういう申請の出し方したらいいかというのが全くはっきりしないと。ってていうそんなものに関しては やっぱり法律の下地があったりとか分かってますとあじゃあこういう交渉を入れたらいいんじゃないかとかこういう申請書を作成してみようか要するに役所がマニュアルを引く前にですねこっちがですねあの申請書類を作ってとりあえずチャレンジしてみるとこういうことができたりとかするんですねあるいは私は今やってるのって結構省庁とのですねあのコミュニケーションだったりとか政策提言であったりとかあこういうことをやりますんでそういうことに関してはですねあのかなりうん なんというかです、ねえー、まあ,あ値段は減ら,ない減らないというかそのシステムでで置き換わらなないよようなところですよね行政とその企業のハブになるような存在ってめちゃくちゃ重要なんですけれどもあ実はそこの交渉能力がなかったり法律知識がなかったりなんていうことで、えー、足の前、まあまあ、止まってしまうことがよくあったりとかします。 はいということで、まあ、ちょっとドローンビジネスについてなんていうことで少しお話をさせて、えー、いただきましたけれども是非ね、えー、この行政法こんなことが待ってるから是非今までの話で,で今ちょっと通達の話なんかもちょっとしましたけれどもお行政法もうちょっとチャレンジしてね 勉強してみようかななんていう風に思っていただけたら嬉しいななんていう風に思っております。残りの期間頑張って、えー、学習を続けていっていただきたいななんていう風に思っております。はい、えー、じゃあ一旦ここで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。